こんにちは、エミ旅行のエミです。本日はブラジル側のイグアスの滝見に行きます。見に行く前に、ここはブラジル、アルゼンチン、パラグライの三国国境地点の展望台です。ここはアルゼンチン側の三国国境地点展望台です。テグシアルバ、ベリンチェ。おお、すごい。パナマ、ブエノスアイレスが一番近いです。へえ。ブラジル側のイグアスの滝見に行きます。イグアス国立公園の地図です。ブラジル側からのイグアスの滝もすごいんだろうと思ったら、とってもワクワクします。バスで移動します。イグアスの滝を見に行く前にお昼ご飯を食べに行きます。皆さん、ヤシの実のジュース飲んでみる？あ、これ大きくなるの？これ、さっきヤシの実って言ってたよね、ちっちゃいの、ギンナみたいな。ぬるい。ぬるい。あ、ヤシの実が、ヘリコプター。おー、すごい。イグアス国立公園の中にあるレストラン、ブッフェ形式でランチが楽しめます。を見に行きます。サラダのコーナーです。ブラジル料理はいろんな野菜、肉、魚などがあり、栄養価も高く、食文化はとても豊かなんだと思いました。豆の煮込み料理、フェジョン、何種類かありました。ブラジルでは毎日のように食べられているそうです。私がとっても好きなカリカリのフライドポテト、魚のフライなど、フライ物がたくさんありました。ビュッフェもたくさんの種類があり、本当に迷ってしまいます。私が選んだの揚げ物ばかり、でも他も食べましたよ。ラベルが可愛いからこのビールにしました。美味しかったです。デザートはこの中から選びました。どちらも美味しかったけど甘いかな。テラス席を見に行きます。生歌も聞けます。テラス席からは川が見えます。本当に大自然に囲まれて食べるなんて幸せです。イグアス国立公園の中を散策し、イグアスの滝を見に行きます。鳥のような声か、なんか動物の声が聞こえますね。イグアス国立公園の地図です。この2階建てバスにも乗ってみたい。ああ、2階建てバスいいね。どこへ回ってくれるんやろ、これ。
あの北九州の乗りたいね。でもね、平日やったら、土曜日やったら、そのうち、いや、休めない、あの、3月まで、旅行席を、ただでさえ、その休み。とかさ、すごい美味しいね。なんか上手に揚げてるね、うん、日本であんなに上手に揚げてるとこほぼないよ。暑い、暑いって言葉が出ると思われんやったよ。いや、海外来たって歩けるし。今からこの景色のところ見に行きます。すごい。わあ、すごい。わあ、すごい。
暑いんでだいぶ。いただきありがとうございます。風も強いし、カメラにイグアスの滝の水しぶきがかかっています。
看板にぶつかってしまいました。エレベーターで上まで行ってみます。はなんとカップヌードルが売っていました。買えばよかった。イグアスの滝ボートツアーに参加するため、カメラに防水ケースを装着しました。二重に写ってるところがある。イグアスの滝ボートツアーのチケットです。ボート乗り場までこの乗り物で行きます。ここで一旦降ります。4倍速です。そして乗り換えです。到着です。このポンチョは大阪マラソンでもらいました。4倍速です。前を歩いている母のポンチョも大阪マラソンでもらいました。下に降ります。ボートツアーのボートを発見。手を振ってみました。待ちに待ったイクアスの滝ボートツアーです。イグアスの滝ボートツアー出発です。もう誰もいない。最初なのかな。
撮っていただいた写真です。前に向かって手を振っています。前から見たらこんな感じで撮れています。スタッフの方が GoPro で撮った動画です。再び私がインスタ 360X3 で撮っている動画です。
ところ？あ、道のところ。本当やね、センターバー行ってもいいぐらい。もう一回聞いてくれる？もう一回？3回も言ってくれる？いかがでしたか？本日の動画はこれで終わります。次回はイグアスとお別れし、イグアスからブラジルのサンパウロ、サンパウロからペルーの首都リマに向かい、リマを観光します。エミ旅行の動画また見てもいいかなと思っていただいた方、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。